CF35MES バッテリー付きの干渉ポンプになります。では新品バッテリーを付けしました。E-11861 です。では B の3級になります。はい、それではします。ではまずは、テイクラは引かないでください。これ引くとちょっとオーバーフローになりますので、でまずは、燃料を下げます。それから、はい、テイクラ引かずにこちらチョーク、寒い時は引いてください。戻します。はい、あとは始動にします。はい、それではセルスタートします。TF35VS 芝浦製の B39 作動確認を終わります。ご覧いただきありがとうございました。